most analysis of the consequences find that まあ成り行きですよね。結果、多くの分析の結果見つかったのは、even with a trade deal、貿易の合意があったとしても、there will be a hit to the economy。経済にヒットしている。まあ、経済中心だってことですね。There will be a hit to the economy。Recently, the Independent Office for Brexit and Budget Responsibility。これはイギリスの政府の予算責任、大蔵省みたいな組織ですよね。バジェットリスポンシビリティ、予算責任庁というのがあって、独立した予算責任庁、最近予算委員長は、suggested that GDP would in the long run、長い目で見ると GDP は、be reduced by some 44% compared with what it would otherwise have been。だから、ブレグジットの前に比べて、4% 減っていくだろうというふうに長い目で見るとね、いうことを予算責任庁は言ったと、サジェスティブ。それで、そして、although Britain has successfully rolled over most of the free trade deals that it had with other countries as a member of EU、ここまでちょっと見るとね、それで、イギリスがね、イギリスが成功する多くの自由貿易協定をロールオーバー作って、転がして作っていく、他の EU のメンバーのように、他の国とともに、他の国にこう FTA を展開していくっていう意味ですね、ここは。だとしても、although as a member of EU、EU のメンバーのように、there is little sign of offsetting gain from new trade deal with the likes of America。アメリカのように、新たな貿易契約から、offset gain、利益を相殺する、little sign、利益が相殺されることはない。ということはどういうことかというと、要するに、FTA を結ぶことによってね、あちこちの国とやってもですね、今回の EU との取引においてもそうですけれども、利益を損失することはない。だから、little sign of offsetting gains、利益を from new trade deal、新たな貿易取引、貿易協定から利益がなくなるということはない、little sign。だ今のままだと。ってことですか。うん。で、likes of America、その時ちょっとチャイナはインディアあったけど、アメリカ、中国、インディアのように、ね。の類のトレードディーをしてもね、あんまり利益が減るってことはないと。そういう意味です。で、in short、予約すれば、this will be as hard a Brexit as anything but。ノーディール。あと、anything but っていうのはこれ、ノーディールの他なら何でも。ノーディールの他なら何でも、this will be as hard a Brexit。これ厳しいって意味だね。Brexit, hard a Brexit, will be as hard a Brexit.As anything but no deal, and much harder than might have been expected after the relatively narrow referendum result of June 2016. これは2016年の6月の、国民投票の結果、狭い国民投票の結果後に、narrow referendum、これ、僅差のというね、僅差のリファレンダムの後に、予定されていた以上にもっと厳しいものだ。だからリファレンダムでもってブレグジット決めた時にその彼ら持ってたよりも実際には厳しいものだ。だから、ここでその前の文章はノーディールほどではないけれども厳しいって、そういう意味ですね、これ。
There will be as hard a Brexit. ノーディールほどではないけれども、厳しいと。後ろの文章から見るとね、そういう意味ですね。as hard, 厳しい。そういう意味ですね。ものだと。だから、国民投票でやったときは、もっと、ブレグジットのときは、もっとそのいい環境でやれると思っていたんだけど、実際結果としては厳しいものだったと言ってますね。でもね、けれども、でもね、it's still good to have、まあ、やるに越したことはない。if only because, only because to adopt a favorite slogan of Brexit here, ブレグジット支持者のね、好んでるスローガンを適用してみれば、any deal is better than no deal。どんな取引でもね、ノーディールマシだということだよということで、まあ、やったやつ。この記事はね、これはね、この記事はね、どっちかというと、この記事はどっちかというとね、はい、まあ、なんていうかな、ノーディールよりも良かったよって言ってるんだけどね、はい、ジョンソンは喜んでるんですよね、これね。この合意ね。で、結構さっき制約がいくつありましたよね。はい、移動が自由にならないとか、保険がダメ、車の保険が使えないとかって2000ページ、細かい契約があるんだけど、でも結局、FTA ができれば、イギリスは、ジョンソンそれ良かったんですよね、きっと。フリートレードアグリーメント、EU のフリートレードアグリーメントが、インドとか中国とかアメリカと同じようなレベルのフリートレードアグリーメントを EU と取れればよかったんですよね、うん。そういう意味でイギリスは満足してると思うんですよね。はいはい、うん、ただ北アイルランド、どうもこの文章からと、さっきなんかね、言葉が濁ってるけど、それ僕は次もう一個ね、こう、北アイルランドに対してこう記事を、ね、持ってきたのは、まだ読んでないけど、読もうと思ってるんだけど、要するにちょっと言葉濁らせて、多分言葉っていうよりも契約で、まあ、きちんと話をしてないっていうか、濁らせて取り決めしたんでしょうね、きっと。そっとしとこうみたいな。だって北アイルランドがアイルランドと一緒になるかもしれんし、国民投票でね。だそれについてはもうちょっと時間様子を見ようということで話を合意に持ってったの。スコットランドも独立するかもしれないしみたいな、そんなノリですよね。うん、で今日はだから僕ね、ブレグジットどうだったのかなっていうんで、この文章読んだんですけど、なるほどこういうことかなっていうのが、まあ、今日の解説ですけどね。何か質問あります？なんか音がループするんですけど大丈夫ですか？俺の音？あ、僕の声が。あ、全然大丈夫大丈夫。でもさ、これ普通あなたもそうだけど、ブレグジットはみんな今アメリカの選挙に関心があってさ、はい、ブレグジットは関心持ってないんでね、まあまあこういうことですよね。まあ昨年末の事件なんで、まあそういうことで、で明日が今日は6日でしょ？そうだね。深夜がアメリカですよね、また。ああ、だから明日朝起きたら例のトランプがどうなってるか、まあ決まらないけどね、明日は。でも上院下院議員の流れとしてどういう方向になるのかっていうのは決まってますよね。で多分ね、1月20日まで決まらないと思いますよ。でもなんだかんだでやっぱもうバイデンになるんですかね。いやー、どうですかね。バイデンってさ、彼がさ演説しても誰もいないじゃないですか。はいはいはい。だからあんな人気なくて、で今回上院議員は2人とも落としちゃったけど、あれも多分なんか悪いことやってないと思うんですよ。うん、絶対なんとかバーガーってやつね。はい。でどういうふうになるか分かんないけど、ちょっと明日楽しみですよね。バイデンって、いくらなんでもバイデンってひどすぎません？いや、あんまり人気なさすぎでしょ。そうっすね。まあトランプはね、人格があんまり良くないんでね、まああれですけどね。だから明日起きたらね、結果分かりますよ。僕は今日ものすごい忙しくて、朝からね、はい、ものすごい忙しくてね、松田先生のね、対談があさってあるんですよ。でそれを今日昨日作ったんだ。で今日全部読んでね、3時間ぐらい資料を読んでね、で今日の準備をね、いつもこれ準備ってね、
今日の水曜の準備ってね、はい、今まで読んだやつじゃなくて新しい記事を持ってきて読んでるんですよ。だから今日朝からずっとね、ものすごい忙しい今まで。だからもしがあったらアイルランドのこの記事も読もうと思ったんだけど、とってもそこまでやれなくて、そういう感じですね。